柿内俊也は日本の実業家。株式会社未来色の創業者で代表取締役社長。ユニバーサルマナー検定の運営を行う日本ユニバーサルマナー協会の代表理事も務める。1989年、愛知県安城市に出生。幼少期から大学入学までを岐阜県中津川市で過ごす。骨形成不全症のため、幼少期より骨折が多く。 手術を十数回経験している。2004年、岐阜県立中津高等学校に入学するも、リハビリに励むため、1年で中退。その後、高等学校卒業程度認定試験により、大学受験資格を取得した。2008年、立命館大学経営学部に入学。大学2年時に、クラスメートと起業し、公的機関や新聞社が主催する。 ビジネスプランコンテストで13の賞を獲得した。2010年、ビジネスプランコンテストの賞金を元でとし、株式会社ミライロを設立。創業当時は食べるのにも苦労する状態で、投入を主な食事としていた。2011年、東日本大震災の際、被災地に車椅子を送る支援活動に取り組んだ。漫画家、井上武彦の協力もあり、この活動は、 国外の企業を巻き込むものとなった。2013年、日本放送主催、ビジネスコンテスト、みんなの夢アワード3にて最優秀賞を受賞。武道館にて8000人の聴衆を前にプレゼンを行った。この際、最優秀賞の賞金2000万円に対し、私たちに必要なのは、現金ではなく、雇用を作る2000万円分の仕事と述べ、受け取りを辞退した。 同年4月、手術のため一時休業を発表。術後の経過不良による心肺停止で3日間の昏睡状態に陥った。その後、数ヶ月のリハビリを経て業務に復帰した。2014年、日経ビジネス、ザ100から2014日本の主役にて、日本を変える100人として選出された。2015年、日本財団パラリンピックサポートセンターの顧問に就任。 2016年、初の著書となる、バリアバ流障害を価値に変えるを出版。同年7月、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会のアドバイザーに就任。同年10月、入院することを公表し、数日後に手術を受けた。半年間の治療とリハビリを経て、翌年5月に復帰した。2017年、東京2020。 大会マスコット選考検討会議員に就任。5月には審査会が発足し、委員に就任した。2018年、中小企業基盤整備機構主催、ベンチャー企業の経営者を表彰する、ジャパンベンチャーアワーズ2018にて、経済産業大臣賞を受賞。幼少期より車椅子を使用しており、企業をするまでは、車椅子マラソンや車椅子バスケットボールの選手として、 活躍していた。ありがとうございます。